体が柔らかくなくても簡単にアーチが組める方法、はいはい、柔軟性は変わってないけどアーチは変わったんだよ。3ポイントあるんで。で俺はこの時に腹をグッてへこませます。重力一生反抗期。こんにちは、パージョンの青です。ウッシーです。今日は体が柔らかくなくても、はいはい、簡単にアーチが組める方法、これを紹介します。俺って体ぶっちゃけそんな柔らかい方ではないと思うんで、ね、柔軟性そんなある方ではない俺でもめちゃめちゃ簡単にねできるんで、これを紹介しようかなと思ってます。まあ、僕ベンチ140まで持ってるじゃないですか。はいはいはい。そんなに柔軟性ががっつりなくても140までは持てるようなアーチ、これはね、うんうん、3ポイントあるんで。3ポイント3ポイント、これさえ押さえれば簡単にアーチなんて組めます。ぶっちゃけ俺も柔軟性は正直ここ1年ぐらい多分変わってないんだよね。柔軟性は変わってないけどアーチは変わったんだよ。それ何が変わったかというと組み方を変えただけなん で組み方さえ変えれば多分この胸の張りだったりとか高くするとかね、こういうのって出せるようになるんだよね。そう、体が硬いから組めないっていうのは今日はなしでいきましょう。はい、じゃあ早速3ポイントいっちゃいましょうか。はい、じゃあパワーワッといっちゃうよ、はい、パワーワッといっちゃうよ。まずね、1つ目はですねこれです。でーん、はい、出た。久々に出たんじゃない。ポイント、首長づく、首を長くすることで、はい、肩甲骨を下生させるんですね。下に起こせるよね、こう首長くすると、はい、肩の位置も下がる、肩甲骨が下がるってなると、どうなるかというとアーチが高くなるんですよ。これこういう風にできてるの、人間の体って、はい、肩甲骨下がるとこっち上がるんですよ。はい、じゃあ2個目いきましょうか。はい、はい、2個目は腹をへこませます。実際にちょっとやってみてください。腹へこませるんですよ。グーッとグーッとへこませると上がりません？まあ、ちょっと意識持ってここをグッとするって意識持ちながらへこませると、プラスアルファでその意識もあればガッと、まあ確かに勝ちますね。へこませる意識なしでやるのとへこませながら、はいはいはい、これね、もう結構違うんで、今すごかったですね、ここの上がりが。ミスターインクレディブルのパパみたいな、ここパパ。いや俺ミスターインクレディブル見たことないから分かんないじゃん。どうも分かんない。ただ胸がめちゃめちゃでけえっていうのは知ってます、ね。ただまあ2個目はミスターインクレディブルになれ。なるほど、分かりやすい。はい、分かりやすいか。もう一個大事なこと、普段からミスターインクレディブルで生活をしよう。言いたいだけでしょ。いや違う普段から、まあ、猫背とか巻き方気味の人ってやっぱいると思うんですけど、ね、まあ、そういう人たちもなるべくね、ちょっと胸痛進展させたようなこの姿勢ですね。これで生活するって大事なんですよ。はい、で3つ目は、はい、ボームを組むときに息を吸ってください、うん、これです。立ててるときに、そうということですね。俺もウッシーも足を上げてボームを組むじゃない。はい、グッていくときあるでしょ、うんうん、このときに息を、なるほどね、そこのタイミングだ。やっぱりね、空気を思いっきり吸うことで胸に空気を溜めてるんだよね、俺が、うん、だからこう溜めることで胸の高さやっぱりね、ほうほうほう、やっぱりここの安定感、ミスターもうね、分かった、笑ってる時点で分かったわ今。はい、っていうような3ポイントね。はい、でまあ実際に、うん、ババッとやっちゃいましょう。ちょっとやってみせてほしいです。流れでもう簡単、超簡単、インクレディブルベンチ、インクレディブルベンチ、レッツゴー。はい、じゃあ3ポイントいきましょうか。まず1つ目首長族、2つ目が腹をへこませる、3つ目が息を吸いながらホームを組む。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまず1個目は首長族からいきます。で、なんで首を長くするかっていうと肩甲骨が下生させやすい、下に下げやすいんで、組むときはこっから長くしてくる。長く長く出た、長い、長くして、これ見ていただいたら分かると思うんですけど、めちゃめちゃ長いですよね。そう、これを長くない状態っていうのが、あ、やばい、もう首長ずく、こういうことですね。はい、はい、長く使う、はい、出た。ここでグーっていってるときあるじゃない、はい、この時に息を吸いながら組んであげるとここにすごく溜まって、ね、組みやすくなります。はい、この時でも一回吸うわけだ。そう、吸っちゃう、で下ろしていく、はい、で俺はこの時に腹をグーってへこませます。なんかこのタイミングですね、腹をへこませるのは。ここでへこませるとね、ここもキュッと折れやすいんで、お尻つきやすいです、うん、もう一回ここで吸いながらもう一回組んであげる。なるほど、ここでね、そうそう、2回吸うんですね。そうそうそう、へで、落下、で
裏返っちゃってんじゃん、パパパパってなったやん。パパ不適切なコンテンツ。素晴らしかったですね、うん、どう、まあ、あの息を吸って取る瞬間、うん、ガチーンってブリッジ決まってんのがもう見てわかりました。ほんと、はい、こんな感じですわ。あの瞬間の決まった感じってやっぱりあの息の吸いがないと多分出てこないだろうなと思います。そう、俺はね、息吸うのめっちゃ大事にしてると、腹へこませるの大事にしてて、うん、大事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 これめっちゃ簡単にできるんで、腹へこませるのもそんな難しくないので、この3点押さえてもらえればある程度のアーチは組めるかなと思います。はい、じゃあ終わります。この動画が良かったらチャンネル登録をしてパワーチューブへ入部お待ちしております。それでは皆様、良いパワーライフを。